こそ片山亮です。よろしくお願いします。日向最高でしたか？最高でしたか？最高にしていきましょう。よろしくお願いします。シンガーソングライター片山亮です。今日は日向のお二人と一緒に、そして
川口、越後川口のね観光協会の皆様と一緒にですね、佐野で今日は川口長岡市をですね、広めていこうじゃないかと、そんな気持ちで、歌いに帰ってきております。はい、なので、ぜひ今日は最後まで堪能していっていただけたらと思います。よかったら椅子も空いておりますので、立ってみてくださっている方もね、まあちょっと椅子は苦手なんだと、椅子に座るとどうも落ち着かないんだと、だんだん足が震えてきてちょっと胸焼けがしてくるんだと、そんな方もいらっしゃるかと思いますので、そんな方はぜひ立ってみていただいて、ね、少年たちもね、よかったらね、あそう、ね、目があったで今ね、少年たちもよかったら座っていていただいて、ぜひ楽しんでいてください。片山寮、片方の山に片山寮で、片山寮です。よろしくお願いします。駅のホーム。ハードル高いよね。わかる。手すりの上。コンビニ。アリーナー一番欲しかったところですね、アリーナがね。じゃあ引き続きじゃんじゃん歌っていきたいと思います。体を揺らしたり揺らさなかったり、ドキドキしてワクワクしてハラハラしながらぜひ楽しんでいってください。
今日が過ぎていくよ。二人の影残したまま離れたくないんだっただろう。愛しさじゃない、離れないね。別の誰かに思いを
て構わない思いながら心のどこかでまた君を求めて僕は叫ぶ僕がという曲を2曲続けてお送りしました。盛り上がってますか、駅のホーム。あ、すごい、これ盛り上がってた、よかった。聞いちゃいないと思ったんだけど今笑ってる笑ってる、あね、ポッてしてる、ありがとうね、少年ありがとう。少年ぜひね、片山亮で調べてみてね、あとひらがなで日向調べてみてね、あの iTunes とかでいっぱい出てくるから、特に日向アルバムいっぱい出てくるからね、聞いてね、聞いて、今日 Twitter にね、あ、それはやりすぎた、ごめんね。さあ、少年とつながりました。こうして一つ一つね、コツコツとつながっていけたらなと思いますが、さあ他のホームのメンツはどうなんだい。ごめん、ちょっと追いかけすぎた、追いかけすぎて嫌われそうだ、ね、ぜひね、あのでもチラッとね、チラッとでも耳にしていただいたら、ぜひあの調べてみてください。すごい押し付けがましくたくさん触れてきたと、書かないでいただければ、あとは何度書いていただければ大丈夫です、ね、いつの間にか手すりの上席もね空になってますしね、はい、噴水の皆さんもね、ぜひあの遊びに来ていただきたいんですけど、あのストリートライブという場所では片山亮非常にフリーダムになることが多いです、時には1曲まるまるほぼ歌わずに皆さんに手拍子するだけしていただいてチラシを配り回ることもありました、ね、そんな中で、あ、ツイキャスのみんなもね、あの携帯があのオーバーヒートしてなければまだ映ってますよね、よろしくお願いします。片方の山に片山亮で、片山亮です、はい、あ、すごい、ホーム勢がまた増えてる、よし、後でまた聞こう。じゃあこの場所でちょっと歌ったカバー曲で一曲、思い出深い一曲がありますので、YouTube とかに上がってたかなと思うんですけど、昔俺ここにね、あの粉竜っていうでかいボコがあったの、あのなんか重たいやつじゃないんだけど、ちょっと見た目が良くないよねっていうだけで、あのボコってなってたやつを、あのちょっと切る前の片山がここで歌ってるカバー曲だったんですけど、切った後と切る前ではどう違うのかと、ぜひ YouTube で比べていただけたらと思いますので、今日は粉竜切った後バージョンで、片山亮歌うたいのバラトという曲を、カバーさせていただきたいなと思います。
周りをさ気にしすぎて、あの皆さんのことを決してないがしろにはしてないですから ね、 ね、はい、前の方多いでしょうから、今ならまだ戻ってこれますからね。これであの少年最前まで来たら一番面白いな。頭抱えてる。ああ歌うことは難しいことじゃない、ただ声に身を任せ、頭の中を空っぽにするだけ、目を閉じれば胸の中に映る懐かしい思い出や、あなたとの毎日、本当のことは歌の中にある、いつもなら照れくさくて言えないことも、その胸の目隠しをそっと外せばいい、空に浮かんでる言葉を掴んで、メロディーを乗せた雲で旅に出かける、消滅の彼方に何がある、気になるから
盛り上がってますか？駅のホーム。あ、さっきよりこっち見てくれてる。盛り上がってますか？アリーナ。盛り上げてますか？駅のホーム。片山亮と言います。佐野市出身のシンガーソングライターです。普段はライブハウスとか、あとは佐野のイオンとか、あとはそうですね、こういうところで歌ったりしてます。今日は新潟長岡市から日向という2人組と一緒に、遊びに来ており、遊びには来てないな、歌を歌いに来ております。日向のお二人は後ろで座ったり立ったりしているハットの2人です、ね、ぜひ気にしてみてください。iTunes とかでね、たくさん曲聴けます。ひらがなで日向、そして片方の山に片山亮の亮で片山亮です。ぜひ調べてみて、たくさん聴いてみてください。聴けないよっていう方は無理やり聴いてください。SNS などもやってますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ただいま。ね、だいぶ自由にやらせていただいておりますが、はい、今日はね本当に嬉しい。日向はそこのね、前カフェだったところでね、ワンマンライブやったりしたこともあったんですけど、こうやって一緒に佐野に歌いに帰ってくるっていうことはなかなか、できなかったので、今日はこうやって一緒に歌いに帰ってこれて本当に嬉しいです。聞きに来てくださった皆さんも、立ち止まってくださった皆さんも、それからなんだろうね、駅のホームの皆さんもね、今日は存分に楽しんでいただければなと思いますので、まあ、短い時間ではありますが、もう少しの間歌を聴いていてください。よろしくお願いします。本当はそのままもう一曲行こうと思ったんだけど、あんまりにも駅のホームの、ね、皆さんの目線がちょっと熱かったので、ね、なんかさ、電車乗って行っちゃったと思ったらさ、残ってるパターンあるじゃん、ドラマとかで。ないかな、ないか、別に色恋沙汰じゃないしね、なんか。じゃあ歌ったりなんかして、みんなでちょっとふっとしていけたらなと思います。
サビでオーベイビーというだけの簡単なお仕事です、ね、時給0円なんですけど、ね、素敵なお仕事です。一緒にぜひ歌ってください。オーベイビーLa la 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 la
ってるけど。Thank you。絶対今手すりで休んでたよね。見たことないあのパターン。川口、いや今日は川口さんと呼ぼう。じゃあせっかく来てくれたのでちょっとお呼びして、お呼びしてっていうかもう来てるんだけど、あの角度やばくない？顔は可愛いんだけどすごい疲れてるんで、でもどんなに疲れてても笑顔を絶やさない、素敵なことです。新潟県長岡市は越後川口から川口です。小走りです。絶対転ぶ、絶対転ぶよ川口、絶対転ぶからね。ポインってなってる。ね、川口さん今日はありがとうございます。川口さん、はい、ね、あの前回川口さんとね、絡ませていただいた時よりなんかあの疲労感が今日はすごいんですけど、多分あの越後川口の歌で、あ、越後長岡の歌でね、相当な体力を使ったのかなと、ね、妖精にも体力ってあるんですね。あ、全然いけますとね、あ、いけますと、すごい、ね、じゃあ、あと1曲ちょっと歌うんでお付き合いいただいてもよろしいですか？いいですか？元気いっぱいいけますか？あ、すごい、よし、パツパツって言ってる、うん、じゃあ、最後に1曲一緒にお送りしたいと思いますけど、皆さん、川口に負けないように一緒に盛り上がっていただけますでしょうか？あ、じゃあ、あれだ、ちょっとあの、せっかく川口さん来てくれたんで今日は、佐野の男から、越後川口の男として最後の一曲、川口さんと一緒にお送りしたいと思います。よろしくお願いします。ではこの多分川口もさ、あの時には辛い瞬間あると思うんだ。手すりに手をつきたくなる時とかさ、でもそんな時でも笑顔を絶やさない、そう、それがそうです川口、ね、なので最後一緒にね、川口と一緒に笑顔で歌っていこうじゃありませんか。 Always という曲を最後に一緒にお送りしたいと思います。片山陽でした。ありがとうございました。3秒編成
両親が外れて壊れ、踊りの癖がすごい。一瞬映った未来のイメージから日本から取り出そうとした。ありがとうございました。もう一度川口の皆さんを。片山亮でした。ありがとうございました。ありがとうございます。それじゃあ最後にもう一曲みんなでお送りしたいと思います。改めて盛大ないろいろでお迎えください。ひなた、川口かわいかったね。川口すごい、なんかこれがこうあのちゃんと 2A でくるくる回ってましたよね。ねえ、くるくる回ってたのと、あと日向の曲よりもなんかノリがすごい良かったですね。これはギター弾いたんですかね。なんですかね、でもギター弾いたの。ギター弾いてたの。さっきあのタカちゃんのそのチャラーンも鳴らしてたよね。え、届かなかったけど。ウィンドチャイムあのすごい ね楽器もできる川口ねえ、何でもできちゃうボワッときて、あ、いいね、いいね、あ、いい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 、だんだんうるさいなとこ持ってきた
レーションいいね。いやどうでしょう皆さん、川口楽しいね。ね、場所いいですよ、ここ佐野と川口も相性やっぱいいね。そうですね、佐野っち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 佐野にいる間はでも、なんかいつかあれですね、佐野丸くんと川口のコラボレーション見たいですね。本当にめちゃめちゃ見たいわ、ねね、もうどうなるのか見たいよね。そうですね、川口登場の量歌ということで、本当こう手すりに、ね、あの絵は長岡ではなかなか見れないですね。逆に貴重だったと思いますけど、ね、限界一致でしたもんね、もうそうね、そうね、あの近づいてるかもしれないんで、アンコール多分やまないと思うけど、そろそろやった方がいいかもしれない。あ、そうですね、やった方がいいかも。やりましょうか、じゃあ、最後に1曲、はいはい、あの何を歌おうかというところだったんですけど、片山の曲を最後は1曲お送りしたいなと思うんですけど、やったー、いや、りょうちゃんいいわ、ここ。いや、感謝だね、本当にいい場所、本当にやっとこうやって久しぶりに来れた佐野がりょうと一緒に。そうだね、来年もここにしよう。いや、佐野いい、本当そう思って、8月28日にここ帰ってきていいですか、旅で、ね。だからその間ほら20日ぐらい一緒に回って、20日いや26日ぐらい、26日もう半分超えましたけど、うん、そう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 、ね、運転席空いてるし、ちょうどだから連携させる気ですよね。全国回ってるから多分うちらにもいい場所知ってるけど、回ってるでしょ、間違いないわ、これ。俺より前に全国回ってるでしょ。いやいやいや、もうね、川口も来てくれるから。え、川口も川口もリアカーで来て、リアカーで川口、運転お願いしていいですか。あっち向いちゃった。あら、ね、運転してもらいたい、運転川口にね、うん、もう面と向かって俺に今運転してもらいたいって言いましたけど、一番大変だったよね。わ、はい、ね、かります。じゃあ、はい、最後に、いや、最後に歌う前なんですけど、はい、今日改めて、うん、ご来場というか、佐野に足を運んでいただいて本当に、ね、ね、嬉しくて、ただ今回ちょっと、なんていうんですかね、ちょっと初めてこの場所でこうやって、ね、初なんだ、はいはい、なんていうか、こういう普段はこういうふうにはやってないんですか。ここ普段はやってなくて、うん、前に何回かやったことあるんですけど、うん、今日のこの感じで、うんうんうん、ストリートフェス、まあフェスってつけた割にっていうふうにちょっと、うんうん、自分でもうちょっといろいろできたなっていうのがあって、うん、ちょっと試験的な感じになっちゃったので、うん、はい、うん、すごい、はい、そんな中で一緒に来ていただいてます。いや、でもまだ、いや、ホーム盛り上がってたよね、ホームがすごい盛り上がりしたもんね。ね、ホームタウンなんでね、ホームのホームでね、ほら、忘れてください。電車過ぎたらさ、ちゃんと全員最後に電車乗ってきました、ね。そうですね。誰もいなくてね、期待の眼差しで見た。ちょっと期待したんだけどね、俺も、ね。ちょっと思わず一瞬落ち込んじゃったんですけど。そう、まあ、でもね、そんなこの場所でっていうので、今後また一緒にね、うん、それこそ出店とかできてもいいかな、ね。そうね。そういう風なね、やつをまずここからスタートさせられたら、なんかね。ゆくゆくはね、うん、いいと思う。新潟で日向がやってるね、冬もできるんじゃない、雪降らないでしょ、こっちは。降って2、3日とかじゃないですかね。2、3日ぐらいか、もうないに等しいですね。ないね、それね、はい、もっと降るかもしれないですけど、まあまあまあ、まあ、でも長岡と比べたら全然確かに、ね、で、あとさ、やっぱこの降りてく人と登ってく人のこう絵が見えるっていうのが、あ、そうです、すごくこっちから見ててなんか楽しい、うん、いいですよね。手振ってたもんね、さっきね、男の子で、ね、高校生とかめっちゃ良かったよ。そうね、みんなね、いいですよ、みんなその辺で聞いてくれたらいいんですけどね。いやいやいや、でも第1回目まず天気良かったし、ね、あ、そうですね、そうね、それが何よりだわ。だからまず天気問題からね、解決していかなきゃいけないので、うん、ちょっと天気いい季節と合わせてちょっと計画していけたらと思うんですけど、はい、またちょっとやっていきますので、お願いします、りょうちゃん、ぜひまた歌いたいと思います。ぜひお願いします。はい、じゃあこんな感じで皆さんもね、だんだんと進化させていきますので、ぜひこれから解禁のレギュラーでお願いします。レギュラーで、じゃあそんな感じで、はい、最後に1曲、はい、片山の曲からこの曲どうでしょうと2人が言ってくださったので、大好きな曲です、グッドモーニングドントーリーという曲を、ありがとうございます、あ、ごめんね、ちょっとこれ曲振りになっちゃいましたね、はい、大丈夫です、今スタンバイします。あ、大丈夫ですね、本出しのリオン最初、はい、いきますか。じゃあちょっと今改めてね、曲名言うからね、自信を持って言うからね、タイミング良かったら拍手してあげてね。ちょっと水飲んでから行きますね。お水大事だよね。ちょっとごめんなさい、川口、ウィンドチャイムだけお願いしていいですか。川口、始まるときにじゃあ、チャリチャリチャリね。激しい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 。じゃあ、本当皆さん、今日はフェス、改めてありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、最後にお送りします。Good morning, don't worry.Good morning, don't worry, どうか忘れないで
こに立って君のその笑顔を見てみたい。朝がやってくることは君も僕も平等に知ってる。ホーム歩き続けていくことの難しさってやつに負けないように僕ら息をしてる。一人ぼっちを感じてる、それは僕も同じさ。でもね、もっと Good morning, don't worry、 僕はどこへも行かないから、僕はただ君の笑顔を
ぬくもりにドントローリーをお送りしました。ありがとうございました。はい、改めまして。いいね、めっちゃいいわ。はい、あったかかったね、本当に。気温もそうですし、気温もそうだ ね、超良かった ね、うん、皆さんもそうですし、ね、そうですし、ね、360度あったかかったですからね。そうね、あったかかったね、はい、上もあったかかった。そうですね、もうなんだろう、球体であったかかったですね。球体で、ね、ボワンボワンしてたね。そうだ、球体揺れまくってたから ね、あ、球体でしたね、確かに ね、 あらー、うん、ね、最後までウィンドチャイム届かなかったですからねちょっとね、うん、頭の方が先行ってたから、ね、いい感じになってますよ。そうですね、はい、佐野ストリートフェスト大賛成いただきましたが、これまたやりましょうよ、本当に。ぜひ、ね、ぜひ、あの、ひろちゃん呼んでください、ぜひ。はい、あの、ひなたをレギュラーでお願いします。ありがとうございます。また来ていいですか、はい、あの、ね、素敵な球体、あの、カウンティッシュの人に素敵な球体、はい、ね、来る、飛んでくる、いや、飛んでくる、カウチも来てくれるって。飛んでくるか、飛んできてくれるって言いました。じゃあ移動は別ですね飛んでくるなら、飛んでくるなら、そうですね、はい、はい、写真撮ろうよ、せっかくだから。そうですね、いい格好なんで、ね、この感じで。じゃあ川口階段降りれるかな。じゃあそっちに我々降りて、行けますか。うん、しましょう。で、こう行きましょうよ、こう。はい、あ、めっちゃ来れるかな。